酒ミュージアムと花の蔵複製された松山神社軌道の人社大崎市松山市ミュージアムは宮城県大崎市にある博物館である。本校では酒ミュージアムに隣接している観光施設である大崎市松山家の蔵についても記述する。かつて茂庭市の城下町として栄え、良質の米や水に恵まれて1830年代に醸造業が起こり、 また発展した歴史を持つ大崎市の松山地域に位置する酒ミュージアムは、館内に酒造りの道具や酒造工程を説明するパネルなどの展示と、山田のオロチ大事をもとにしたアニメの上映を行うシアターなどがあり、大崎市に本社を置く日本酒製造業者である株式会社一の倉の全面的な協力のもとで地元の酒造りを紹介している。 また酒ミュージアムに隣接している花の蔵では地元特産品の日本酒などが販売されている。また酒ミュージアムの軒下にはかつて市内で運行されていた人社のレプリカが一部機関を除いて展示されている。人社軌道とは、社府が押すことによって車両である人社を動かす鉄道であり、市内において1922年から1928年まで運行されていた。 松山神社軌道は、酒ミュージアム付近と東北本線の松山町駅を結んでいた。レプリカ神社は、大崎市松山五本丸公園でコスモス、祭り開催時に行われる、一社軌道の運行に使用すべく制作されたものであり、開催期間以外は、酒ミュージアムに展示されている。レプリカ神社の詳細は、松山神社軌道原村車両を参照。 酒ミュージアム及び花の蔵は、大崎市が大崎市松山市、ミュージアム条例及び大崎市松山家の蔵条例に基づき、醸造発行技術や地域資源を利用した産業振興を起として設置している施設である。地方自治法第二百四十四条の規定に基づく指定管理者制度を導入しており、二千九年四月一日から二千十四年三月三十一日までの、 指定管理者に指定された株式会社一の蔵が両施設の管理、運営を行っている。両施設の外観は酒蔵を模しており、酒ミュージアムの建物は鉄筋コンクリート作りの2階建てで、延べ床面積は約600平方メートルとなっている。酒ミュージアム及び花の蔵は1995年3月25日に、 松山町が新たな観光拠点とすべく開設したもので約4億3000万円の掃除業費を投じられており2006年3月31日に行われた新設合併によって大崎市の施設となった両施設の管理運営は開設以来松山町地域振興公社が行っていたものの2006年の新設合併に伴って公社が解散することとなったため 指定管理者制度を導入して、管理、運営を民間に任せることとなり、指定管理者に選定された株式会社一の倉が2006年4月1日から、管理、運営を行っている。休館日、毎週月曜日開館時間9時30分17時、入館料大人300円小中高校生200円、内は隣接している。 大崎市松山ふるさと歴史館との共通券。AB 河北新報1995年3月27日。日本酒文化を紹介。特産品販売施設も、宮城、松山城、酒ミュージアムと、花の蔵がオープンハット AB 朝日新聞1995年3月30日。東京地方版、宮城、酒ミュージアム。オープン酒作りの文化、歴史スタイル松山。 宮城大崎市松山市ミュージアム及び、大崎市松山課の暮らし定管理者選定委員会、大崎市松山市ミュージアム及び、大崎市松山課の暮らし定管理者選定委員会における選定結果について2008年11月26日、2ページ。河北新法1992年9月4日、レールの承認力でことこと、宮城、松山町、懐かしの、 1社完成弊社の荒まし詳細大崎市松山市、ミュージアム条例を大崎市松山課の蔵条例大崎市大崎市指定管理者導入施設一覧2009年4月1日1ページ河北新報2006年1月23日地域活性化の情勢機体宮城松山町の酒ミュージアム花の蔵ありがとうございます